はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、ハヌマーン降臨壊滅級、これやっていくんだけど、さっき出した動画がめちゃくちゃ編成内容高くて、ちょっとさすがに組めんわみたいな、コメントもあると思うんで、ちょっとこれ編成内容をめちゃめちゃ下げてやってきた。で、パーティーがこちらですね。ちょっとマニアックなキャラ多数いるんだけど、超転生呂布、ここは超転生呂布がいたらいいのかなと思ってる。で、ゼローグコア、そうね、ここ、これ潜在はいりませんね。で、ゼローグコアは一ターンで打てる 50% 減少あるんだけど、あるんです。やっぱりこの、なんて言うんだろう、7強7強10強で 50% 以下強化も持ってる、めちゃめちゃ火力出せるし、式神葵の代用になるかなって思って入れてきました。で、エリオの幻滅、これね、これがね、6ターンで打てるダメージ吸収めちゃくちゃ早いんで、ちょっとねこれ使っていこう。で、これね、遅延耐性このパーティーで潜ってみて、ハヌマン氷潜ったら遅延、これ振ったら遅延飛んでこないんじゃねえと思ってやったら、遅延めちゃくちゃ飛んできためっちゃ飛んできたんで、この遅延がもうめちゃくちゃ無駄になった。それはいいんだけど。で、6ターンで吸収で、ゴーストリング、ここは火力学、ここの火力学は火力出せるキャラ、42億出せるキャラならいいのかなっていう。で、アマテラス、ここは回復要因ですね。回復強化プラスプラスいっぱいついてるけど、ここはいらないかな。潜在もそんないらんかっていう。で、聴覚戦もいらんですね。で、頂点セリフ、ここのフレンドさんは結構ガチな方がいいかもしれない。結構ね、この頂点セリフは結構この 50% 以下強化いっぱい持ってる方がいいかもしれないね。で、上限解放ですね。で、やってこう。さあ、これで、そう、遅延が6ターン、6遅延振ったけど、これ、遅延飛んでくるっていう。で、まず、ここ注意点があるんですよね。一旦、適当に貯めるんだ。ここは貯めていくんだ。どんどん、適当に貯めていく。で、ちょっと言い忘れたわ。バッチはね、回復力不安な人は回復バッジにした方がいい、してもいいなっていう。で、あとね、火力が足んないかなって思う人は攻撃バッジがいいかもしれない。俺はちょっと火力怖いと思ったんで攻撃バッジにしてますね。 OK、 これでちょっと回復をこういっぱい呼んどいて、で、ここでもう鬼の4ゲシね、めちゃくちゃ4ゲシする、めっちゃ4ゲシとコンボする、めっちゃ、それでいいよ。これでちょっとミスっちゃったけど、いけるっしょ。これで9万も回復してる。で、回復してダメージ食らうんだけど、これで回復しますね。とにかくもう4ゲシしまくる。 OK、 ちょっとこれ闇残して、で、ここで営業の幻滅たまるんで、そうね、これね、ゼロクは持ってきたんだけど、50% 以下強化には必然的になるかなっていう。で、呂布が溜まったわわかんねえけど、呂布溜まるんだ。ちょっと俺これ計算外だ、予想外やった。待ってこれ打って、じゃあせっかくなら呂布打とうか。呂布打って、ここでもうとにかくもう闇を分割しまくって、難しいね。ちょっと難しいね。ごめんなさいね。で、これで、どんなもんかな？そう、いけますね。よしよし。ちょっとこれ、すごい嬉しい。正直めちゃくちゃ嬉しい。で、こんなパーティーでもいけますね。オールマイトの代用はこれでいい気がする。オールマイト、持ってないよっていう方、いると思うんで、この代用いきますね。このパーティーが参考になれば、もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあねー。